大人向けのアクションコメディが好きな人必見の映画だ。Look, I'm having a meltdown or whatever. Are you still working? ウォッチモジョジャパンへようこそ。今回は私たちが選んだデッドプールが好きな人におすすめの映画トップ10です。I'd rather be anywhere than here. その前に、ウォッチモジョジャパンのチャンネル登録をしてお知らせを受け取ってね。このランキングではアクション満載、笑いあり、そして時に下品な映画を見ていくよ。Never go for retard. ヒーロー、アンチヒーロー、リベンジ系の話じゃない作品も登場するよ。第10位、トロピックサンダー。 I'm a dude playing a dude disguised as another dude。 おバカさと言われのない暴力でデッドプールに並ぶ作品といえばトロピックサンダーだ。このベン・スティラー監督作では危険でなおかつ麻薬工場のあるジャングルに取り残された俳優たちの話だ。彼らは映画撮影の一部だと思っていたようだが、実は本物の危険にさらされていたのだった。本物の血が舞ったところでカメラが背を向けることはない。ロバート・ダウニー・ジュニアやジャック・ブラックなどの豪華キャストが送るマーク・ウェザー・マウス風のコメディ作品だ。 Take a big step back and literally f*** your own face! 第9位、スコット・ピルグリム VS ジャークな元彼軍団。 I'll leave you alone forever now. Thanks. デッドプールのオープニングのスローモーションシーンが好きな人におすすめの映画だ。ブライアン・リー・オマリーのグラフィック・ノベルシリーズが元のこの作品では、漫画やゲームを参考にした原作を忠実に再現した個性的なビジュアルがポイント。スコット・ピルグリムが恋する女の子ラモーナに取り付いてる邪悪な元彼軍団と戦う話だ。ふざけた内容に聞こえるけど、戦闘シーンは群を抜いて最高だし、特殊効果も素晴らしい。コミック本のファンも大満足のはず。We are sex bombs and we're here to make you think about death and get sad and stuff. 第8位、ラストアクションヒーロー。 You want to be a farmer? Here's a couple of acres. 90年代のキャンプとおバカさといえば、ジョン・マクティアナン監督のこの映画が匹敵する。監督の名前を知らない人もいると思う。この監督の代表作を挙げるとしたら、プレデターやダイハードって言ったらピンとくるかな。いわば素晴らしいアクション監督の一人ということ。この作品は映画ファンの少年がアーノルド・シュワルツネッガー主演作の中へ実際に飛び込んでしまう話だ。 Wait, where are you going? I'll be back. デッドプールのようにダイハード系アクションが好きな人もきっと好むであろう作品に仕上がっている。 My God! This man's not dead! 第7位、ゾンビランド。 You got a pretty mouth. Here you go!多くの名作映画のようにゾンビランドやデッドプールも本来はラブストーリーだ。デッドプールはウェイドがストリッパーのバネッサに、ゾンビランドはタラハシーがトゥインキーに恋をしている。 I could use a twinkie. ごめん、ちょっと違うね。だけど何を言いたいかというと、両方とも心のこもった映画ということ。そしてアクションと暴力が詰め込まれた R 指定のコメディーだ。悪ふざけの冗談が多いところも似ている。だから片方の映画が好きならもう片方も気に入るはずだ。 Don't kill me with my own gun! 第6位、ジョン・ウィック。 I was dealing with an uninvited guest. この映画もデッドプール同様復讐に関する話だ。ウェイドは人体実験で自分の遺伝子をひどい方向に組み替えた男に、ジョン・ウィックは子犬を殺した人物に復讐を決意する。後者がコメディじゃないなんて信じられる？しかし両方とも素晴らしいビジュアルと最高のアクションシーンに富んでいる。ただしジョン・ウィックは笑える映画じゃないからね。 Well, John wasn't exactly the boogeyman. 実はデッドプール2を監督したデビッド・リーチ監督はジョン・ウィックを共同監督兼制作していた。彼は腕のいい監督だと有名だ。 Noise complaint. Noise complaint. 第5位、ホットファズ。 Excuse me.エドガー・ライト監督は映画界のカルト的存在だ。この作品をはじめショーン・オブ・ザ・デッドなど複数の R 指定アクションコメディを手掛けている。デッドプールファンなら彼のスタイルを好むだろう。ロンドンから田舎へ移動させられた警官が街に潜む闇の秘密に気づく。話とは裏腹に予想外の展開が巻き起こる独創的な映画だ。What's the matter, Danny? You never taken a shortcut before?流血シーンもあるかって？
ゾワッとするシーンが一回は登場するから心配しないで。 Stay back! Or the ginger nut gets it! 第4位、スーパー。 Look what happens to you when you don't have a kid's sidekick! You get shot by people! 赤いコスチューム、よし。スーパーヒーロー、よし。R 指定、よし。スーパーでは冴えないシェフが妻のドラッグディーラーとの浮気をきっかけに問題解決に挑む。はじめは人任せだったけど、やがて自分自身がヒーローになる。簡単な話でしょ。現実的には誰かをレンチで攻撃すると警官はいい顔をしない。暴行罪で捕まっちゃうから気をつけて。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのジェームス・ガンが制作監督のこの超ダークなヒーロー物語はデッドプールに近しい存在だ。第3位、シューテムアップ。 Do we really suck? Or is this guy really that good? これは荒っぽい作品だ。男がバス停で人参を食べていたところ、見知らぬ妊婦が悪党に追われているのを発見する。設定はシンプルだが、すぐにやりすぎある指定アクション映画という本性を表す。クライブ・オーウェン演じる謎多きスミスは、母親から赤ん坊を取り上げた後、その子を悪党からも守ることとなる。アニメのバックス・バニーにインスパイアされたと実際に言われているアクションシーンはデッドプール好きにはもってこいだ。 So what do you think of the Second Amendment now?第2位、キングスマン。 Who are you? The man who got you released? デイブ・ギボンズとマーク・ミラーのコミックス原作のアクションコメディ映画作品。マークといえばコミック界では有名な存在だ。この作品のストーリーは、ある少年の亡き父に命を救われたスパイ、ハリー・ハートがその少年を組織に勧誘したことから展開していく。Because it's the nature of Kingsman that our achievements remain secret. デッドプールのようなアクション映画はシリアスではないところがいい。ユーモアに富んでいるが、戦闘シーンは素晴らしい。この映画をまだ見てない人は要チェック。 Are we going to stand around here all day?Or are we going to fight? 第1位の発表の前に、その他のおすすめ映画をご紹介。 But she broke the cardinal rule. Don't f*** with people that handle your food. I'm learning to live with a lot of things. You have the greatest hair, Tom. In the back. It's awesome. 第1位、キックアス。 Out of all the millions of people who love superheroes, you think one would give it a try?先ほど登場したマーク・ミラーとジョン・ロミータ・ジュニアのコミックが原作の映画だ。デイブ・リズースキーはスーパーヒーローになることを心に決めた平凡なティーンエンジャー。予想通りやられっぱなしのデイブだったが、元警官のビッグダディに出会ったことで一変。彼の11歳の娘ヒットガールは超最強だった。結果的にこの映画は R 指定ヒーロー映画に求むアクション、笑い、口の悪さは満載だが、痛みを感じ傷がなかなか癒えない点の話は現実的。デッドプールのファンにとっては見逃せない一作であること間違いなしだ。いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画も見てね。チャンネル登録もよろしくお願いします。